中川町のは元女子バスケットボール選手である。ポジションはフォワード。長崎県出身。長崎市立新田小学校の小学4年の時からバスケットボールを開始し、純真中学校、純真女子高等学校に進学。中学2年時ではレギュラーでスタート出場し、全国大会でも主力で活躍し、長崎県選抜に選出されていたが、 中高一貫校で高校に進学し、U-18 代表にも選出されたが、日本一になりたい思いを抱き、高校一年時の冬に、大川学園高校に転入。高校三年生時に、日本代表に選出される。2006年3月、同高校卒業し、シャンソン化粧品に入社。2006年、同派アジア大会の日本代表に、選出される。 その後は怪我のため出場機会が激減したが、2012から13、シーズンに復帰。2013年、デンソーアイリスに移籍。2015年5月に、現役引退。引退後、所属等も決まってない状態で、東京に進出し、B リーグチームグッズを制作している企業に入社し、勤務していたが、2016年2月に退職し、同年4月から、 ジャパンスポーツマーケティングに所属し、バスケットボール中継の解説者やリポーター、また、バスケットボールの競技広報活動を行っている。ありがとうございます。